皆さんこんにちは、武田塾の武田です。阿野です。今回のテーマは最新の受験動向を知ろう。受験のデータっていうのも結構もう出てきてて、去年とかね、一昨年とかと比べて、まあ、今年人気の学部とかね、今年人気の大学とか、そんなのも情報出てるんですよ。これはめちゃくちゃ貴重な情報じゃないですか。そうなんです、そうなんです、今回朝日新聞から出てる記事をもとにですね、大学受験の動向について話して、まあ、人気のところはやっぱその分勉強頑張らないといけないですよと、人気落ちてるところは逆に狙い目というか穴場になってきてる、周りの、ね、動きに合わせて、皆さんの、ね、受験する大学とかもちょっと参考にしてもらえたらなというふうに思ってます。最新の傾向なんですけど、理工文系の傾向が続いてると。理系の人気っていうのが昔からですけど続いてきてるよと。で、特に増えてるのが農学部と薬学部、あと水産系、このあたりの人気が引き続き高い。農学部って結構数学の負担とか少ないじゃないですか、なんでまあそういうところもあって農学部の人気っていうのが高まってる。あとまあコロナ対策ですね、でワクチンとか今ものすごい注目されてる中で、薬学部が今すごく人気になってきてる、創薬部門っていうのは人気になってきてるというふうな傾向があるというふうに言われてます。で、文系の方では経済、経営、商、社会、総合科学などの文系学部が人気。じゃあどんなところが今人気下がってきてるのかっていうと、外国語学部や国際関係の学部、あとはまあ人文科学、法学部なども人気がちょっと若干減少傾向、あと教員養成教育学部や生活科学部なども志願者数が減ってるとみたいですね。ちょっともう文系を見ると経済経営とか就活に分かりやすく強そうだなっていう学部は人気で、文学部とかは就活だとあんまりね、経済学部に比べたら実用的ではないみたいな言われ方をするじゃないですか、でその分ちょっと人気が落ちてしまってるのかな。コロナで、まあ、留学とかもなかなか行きづらいっていうところもあって、外国語系や国際系は人気が落ちてきてると。仮に留学できるにしても、今円安傾向が結構あって、留学費用もかなり膨らんでるっていうのは影響あるかもしれないですね。ただでさえ高いですからね、確かに円安になると、そっか、一昔前の留学と比べてもまたかなり金額的な負担っていうのは影響あるかもしれないですね、短期的に見るとコロナの影響でっていうのはあるかもしれないですけど、ずっとさすがに世界がね、このままとはちょっと考えにくいんじゃないかなと、人気がまた高まってくるタイミングっていうのは絶対出てくるかなと思うんですよね。ただね、それがどのタイミングで来るかまではわからないですけど、まあでもね、いずれ上がっていくんじゃないかな、そう考えればお買い得と言っても過言ではないかもしれないですね。そのあたりは狙っていってもいいんじゃないかなと思います。でちょっとやっぱり寂しいのは、人文系とか教育系とかがね、ちょっと人気落ちてしまってるってところで、今後経済どうなるか分かんないじゃないですか、だからこう不景気になればなるほどやっぱり就活に強い学部みたいなところが人気になってくると。学部でね、就職しづらいとは言われているものの、やっぱり就活で見られるっていうのは、大学名とあとその個人個人の大学での経験だったりとか、それまでの経験っていうのがやっぱり総合的に評価されるわけじゃないですか。同じ大学なのに、例えば経済学部は大丈夫、文学部だから落とされる、あんまりないとは思うんですね。なので、そのあたりはね、あまり悲観的にならずに、学びたいことがあるんだったらそれをしっかり学びに行って、でプラスアルファで何か就活のためにするっていうのを、これ大学でね、やっていってもいいんじゃないかなとは思いますね。で私立大学の方もやっぱり受験者数は、一般受験の方では毎年減少傾向が続いてるみたいですね。総合型選抜や指定校推薦などで、やっぱ年内にこう受験が合格が決まっていくみたいなケースが増えてるみたいで、一般受験の数っていうのは年々減っていってると。国公立に関しても共通テストが去年すごく難しくなったじゃないですか。もしかしたらこの動画出てる頃にはね、共通テストも終わってて、今年のね傾向とかも明らかになってると思うんですけど、直近の受験生の動きでいうと、やっぱり共通テストはできたら避けたいなみたいな動きもあるというような情報出てますね。であとね、国公立でいうと、難関10大学、旧帝国大学の7つに加えて、一橋、東工大で神戸大ですかね、を加えた10大学に関しては、東日本の東大や東工大、一橋に関しては志望者数がそこまで増えてないと、京都大学とか西日本の大学は比較的増えている、なんで西日本の受験生の方が強気な傾向があるんじゃないかみたいなデータも出てて、面白いですね。面白いですね、確かにそれは。じゃあ次ですね、早稲田は政治経済学部が共通テストで数学が必要とかになったのに伴って志願者数が減ったままだと。これからね、共通テストを導入する教育学部、国際教養も共通テストいるようになりましたね。そのあたりは減ってると、やっぱ共通テストを避けようみたいな動きはあるみたいですね。そうですね。あと明治、中央が志願者が増えてて、法政大も堅調ってことですね。21年度入試で総合問題を導入し、志願者が大幅に減った青山学院はまだ回復してませんというような情報が出て、立教もちょっと反動でまだ減ってる。2018-19の受験で、マーチは基本やっぱ私立文系だと3教科だよね、英語、国語、社会だよねみたいなところを、立教がまず英語を独自試験廃止にして、青学も共通テストとか総合問題とかどんどん取り入れていったわけですよね。だから変えた立教青学がやっぱ人気が落ちて、そのままだった明治
中央法政が人気がいい感じっていう、そうですね、帰るなよっていう、そうこれね、明治中央法政が、はい、まあ、こう伸びてる理由は、はい、青学立教志望の層がそっちにやっぱね流れてるんですよ、流れてますね、確実に流れてますね、うん、ただ逆に言えば、はい、青学とか立教ね、こう共通テストとか、まあ、外部試験を使って受験しに行けば、うん、今までよりも受かりやすくなってると言えるかなとは思いますね、高1生高2生は、うん、まあ、できればねやっぱ共通テストを使うことを考えたりとか、うん、まあ、あとはね英検っていうのはもう時代の流れでやむを得ないものとして、ね、やっぱね受けていくスタイル、うん、これがね一番やっぱ硬いんじゃないかなと思いますね、芝浦工大、東京電機大などの4工大って言われるところも人気がいい感じと、うんうんうん、理工文帝って言葉ある言う通り、うんうん、理系はやっぱ手堅く人気って感じですね、うんうん、で官官同率はいずれも増えている、国公立の併願先として人気になってるんじゃないかっていうような分析もありますね、で参議院合流も同様に増えている、で医学部なんかも人気、北里京林などの私立大、まあ、医師薬が強い大学ですね、そのあたりも人気っていうことですね、はい、というわけで、うん、最新の受験動向を探ってきましたけども、データ通りだなっていう風に思います、やっぱり武田塾でも、まあ、全国いろんな受験生と話してて、確かに志望先の学部とかで見るのはやっぱ経済系とか社会科学系が人気だなと、データ通りっていう印象ですね、うん、僕は。ただねこれ見てくれてるね、はい、高校生にお伝えしたいのは、はい、あまり短期的に見すぎないことが大事かなと思うわけですね、例えば過去に情報系の学部、はいはい、これがねどんどん新設されてた時期があったんですね、最初は低かったらしいんですよ、はい、偏差値、今じゃ考えられないですね、そう穴場学部とか言われてて、はいはい、でも情報なんて新しくできたし分かんないよねみたいな感じでみんな避けてたらしいんですけど、はいはいはい、どん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 うなぎ登り、偏差値がね10近く伸びちゃった学部とか普通にあるらしいんですよ、まあ、これ株じゃないんですけどね、はいはい、お買い得のタイミングで買っておくと、うん、数十年後ものすごいいい学部になってる可能性はもちろんありますし、うん、君たちはこれから大学に入学して、うん、で就職する時とかにまさかねやっぱその学部がすごい評価を受けてるって可能性は、まあ、ありえるかなと思うんですね、うん、最近の新設のデータサイエンス系の学部、うん、私個人的には注目してて、うん、これねこれからの時代ほぼ確実に伸びるだろうと、これからのね AI 社会になっていく中で絶対ねここに関するこのね人材需要はね高まるはずなんですよ、うん、それを見越して大学もどんどん今新設してるわけなんで、うん、これはね絶対にお得だ、活躍の幅は間違いなく広がりますし、うん、AI とかデータとかプログラミングとかね、うん、興味ある人はぜひ入ってほしいですね、特にねなんか学びたいこともないよっていう子はね、ぜひねこれ視野に入れてみるといいかなと思いますね、うんうん、私がもし今受験生に戻るんだったらデータサイエンス学部か経済学部、結構ね個人的にはおすすめしたいんです、僕はもう逆に国際系ですね、確実にこのグローバル化の流れっていうのは間違いなくこれからも続くので、うん、語学力とか世界の見識を高めておくとか、うん、間違いなく今後活躍できる人材になれると思いますね、うん、そうですね、というわけで最新の受験動向から、まあ、僕らのコメントまで付けさせてもらいました、参考にした記事ね、あの概要欄にも貼らせてもらうので興味ある人は読んでみてください、最新の受験の傾向を把握して役立ってもらえたらなと思います、今回は以上です、田野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけだの季節がやってきましたよ、ついに今年もやってきましたか、そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです、おお、高1高2中学生のみんな、この冬本気で1ヶ月頑張ろう、詳しくは概要欄から。